この動画は地面師たちの本編を全く見たことがない投稿者がネットでいた断片的な知識から内容を想像して作成した動画です。実際の地面師たちとは内容が異なる可能性がありますのでご了承ください。地面師のズンダモンなのだ。今日もみんなと地面師活動するのだ。ごめん遅くなったのだ。ズンダモン遅いのです。寝坊しちゃったのだ。もうしょうがないな、ズンダモンは。それで今日はどこに行くのかしら。とりあえず砂漠に行くのだ。これが砂漠の地面だね。砂だらけね。ってことはこの地面は砂なのかな。ちょっと待つのだ。砂の下に本当の地面があるんじゃないのだ。そうかもしれませんけど、結局砂なのです。地面を掘って確かめてみる。それはさすがに大変なんじゃない。つまらないじゃないですか。誰でもやれるようなことをちまちまやっていても。というわけで、砂の下も砂みたいね。これでこの砂漠の地面は砂だということが分かったのだ。次は森に行くのだ。これが森の地面だね。これは土かな。石も結構あるのです。じゃあ森の地面は土と石ってことかしら。ちょっと待つのだ。よく見ると土の中に細かい落ち葉や木のかけらが混ざってるのだ。本当だ。あ、知ってる。これは腐葉土って言うんだよ。紬さん物知りなのです。紬のおかげでこの地面は腐葉土と石だということが分かったのだ。次は野生のクマだ。と、どうしよう、ズンダモンが。僕は食べても美味しくないのだ。追い詰められた時の人間の表情は素晴らしいですね。誰か助けてなのだ。ここは私に任せるのだわ。メタンちゃん、あんな大きなクマ倒せるの？ターゲットは大きければ大きいほど狙いやすい。典型のハイド。メタンちゃんすごい。助かったのだ。ありがとうなのだ。力を使いすぎてお腹が空いちゃったわ。それじゃあお昼休憩にするのです。お昼はこのコンビニで買うのだ。あっちのスーパーにしない？どうしてなのだ。ライフの方が安いので。それもそうだね。せっかくだからライフの地面も調べようよ。とてもキラキラしてるのです。ってことはセラミックタイルかな。大理石じゃないのだ。大理石は高級素材よ。スーパーじゃ使われないわ。そうだったのだ。メタンちゃんは物知りだね。ここのライフの地面はセラミックタイルだということが分かったのだ。それじゃあお弁当を買いましょう。ごめん、明日トイレ行ってくる。僕もトイレに。あ、トイレ一歩しかない。目的まであと一歩という時に足を引っ張るのは敵ではなく必ず味方です。なんとか間に合ったのだ。の分もお弁当買っておいたよ。じゃあみんなでイートインスペースに行って食べよう。いただきます。スーパーのお弁当も結構美味しいね。そうでしょう。本日もライフへご来店ありがとうございます。お弁当ただ今より全品半額です。嘘、もうちょっと待てばよかったわ。およそのものの価値なんてものはその時々で変わるものです。とほほ。ここが最後の現場なのだ。現場って何もないよ。もしかしてここって。ここがどこかわかるの？ YouTube のコント系動画でよく見かけるあの空間じゃない？赤マンボウありますか？戦闘力がインフレしてそうなのです。ブオークジラだね。もうええでしょ。みんなは白背景で思い浮かべるのはどのチャンネルかな？コメントで教えてね。それで結局この地面は何なのだ？ここを見ればわかるのです。これは、白い四角形。大きな図形だ。というわけで例の空間の地面は図形の白い四角形だったのだ。今日の成果を報告するのだ。砂漠の地面は砂。
山の地面は腐葉土と石、ライフの地面はセラミックタイル、例の空間の地面は図形の白い四角形だったのだ。ご苦労、今回の報酬だ。ありがとうなのだ。次も頼むぞ。こうして地面師たちの一日は終わる。次に地面師たちが調べに来る地面は、あなたの立っているその地面かもしれない。チャンネル登録高評価してくれたら嬉しいな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 。チャネ登録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